じゃあその兄のお気に入り、それからいつクリスマスと展開してこられて、はい、今その石の湯というですね、はい、このストーンスパの事業を全国に展開されてらっしゃるんですけど、はい、これ全然関係のなさそうに見えるんですが、どういう関連でそちらに行かれますか？はい、あの兄の気に入りのメインのお客様は、はい、結構小さい子供さんがいらっしゃって、はい、まあ小学生中学生ぐらいまで、そしてそのお母様というのが多いんですね。でそのお客様にですね、我々なんか売れそうなものを探してくるとかをもう全然やらないんです、うんうん、誰かが困ってあるのを解決しようという商品開発を心がけてるんですね。だから困ってることないですかって聞くと、うんはい、子供さんのアトピーで困ってるというお客様が大変多いのに気づいたんです。なるほど。何を隠そう、うちの、あの子供6人いるんですけど、やっぱそのうち2人がアトピーだったんですね、うん、ああこれアトピーの問題を解決できるような商品開発したいなと思って、うん、私ですね、あの、はい、温泉水とか、はい、それからその石の持つエネルギーを活用した石鹸、はいはい、ソープとか、はいはいまあ、石鹸とかあの化粧水とかを開発しましてね、はい、それを兄の金で販売開始したんです。自信がありましてね、はい、ものすごくいいのを開発した自信があって、うん、これを使って肌に効果がなかったら、うん、お金は全額返しますとか言って打ち出したんですね。はいはい、すごく人気が出たんですよ。ところがですね、やっぱり3ヶ月たち半年経ちますとね、はいはい、使ったけど改善されないっていうお客様が、はいはい、やっぱり10人に1人、うんね、まあ、大半の方喜んでいただいたんですけど、やっぱり10人に1人とかね、まあ、20人に1人とか出てこられると、はい、そうすると今度はその人たちにも喜んでいただけるにはどうしたらいいのかっていう研究を始めますよね。でいろんな研究をしてたらですね、その温泉水とか石から出るエネルギーのを製品にこう付加することもいいけれど、それそのもののですね力を直接味わっていただきたいということ で、どうしたらいいかな、どうしたらいいかなと考えてた時に、うんうん、まあ、秋田に玉川温泉というですね、はい、天然の岩盤浴場があるんですが、はいはい、まあ、そこの状況を知りまして、はい、こういうのをシステム的に女性一人でも安心して来れるような、うん、ちょっと言うとお肌の美容室、うん、お風呂じゃなくて、うん、まあ、お風呂以上エステ未満みたいな、なるほど、お肌の美容室みたいな洒落た空間を作って、うん、石のエネルギーを提供したらどうかなって思ったんですね。ですからアトピーの方の兄のお気に入りのお客様の中のアトピーの方々に喜んでもらおうということで作った、うん、で兄の中ではねそれでさすがにできないので、まあ、別枠でオープンしたんです。なるほど。そしたらですね、やっぱり石の上に温めて寝るなんていうのはですね、今から6年前とか7年前ですから、はいはい、誰もそのピンと来てくれなくてです、ね、世の中になかったんですね。なかったですね。そういうものは、まあ、ストーンスパっていう名前自体僕がつけた名前なんですよ。商標取っとけばよかったと思ったんですけど、でもそのなかなかこう伝わらない、うん、ですから最初ですね、オープンしてもお客さん来られなくてですね、一番少ない時はですね、はい、オープンして2人とかね、お客様1日に2人、それも1人は僕で1人は僕の友達で、もうだから事実上一般のお客様ゼロとかね。どこでオープンしたんですか、場所は。最初の場所やっぱ福岡ですか？は福岡の私どもの本社の1階で、そこのすぐ隣の、はい、第1号店なんですね、はい、天山町の。そうです。先ほどね、はい、表で、はいはい、が1号店なんです、ね、ここに1日2しか来なかったこともあったと、はい、まあ正直最初の1ヶ月2ヶ月はねどうなるかなと思ってたんですけど、ただその入浴石の湯にお越しいただいて、お帰りになられるお客様が皆さんですね、よかったって言われるわけですよ、はい、でね、ありがとうって言って帰られるんですよ、はい、僕はその表情と言葉で僕の中には確信があったんです。これは必ず世の中に認めていただけるという確信がありました。
そうしますとおかげさまで少しずつ少しずつ増えていてですね、はい、まあオープンして6ヶ月経った頃にはですね、はいはい、もうおかげさまで、もう予約がないと入れないぐらいの状況になり、そこから石の湯の大フィーバーが始まるんです。なるほど、口コミだったわけですね結局は。そうです。なるほど、なるほど。基本的に私どもアニーのお気に入りグループの、まあ、アニーグループの理念は、はいはい、売る努力よりも売った後の努力、うん、で売った後努力して、うん、アフターフォローして喜んでいただいて、うん、そして、うん、口コミでっていうのを、まあ、あの理念の一つにしてるんですね。なるほど。